さあ、ということで完成しました。まあ、ちょっと、そこまで、いつものね、鍋さんのテカテカな感じとは違うんですけれど、どうでしょうか？珍しいスタイルでございます。まあ、今回ですね、コンセプトというか、まあ、お願いされたのが、まあ、汚れた車ということで、非常に汚しました。もう、なんかこう、何？垂れてるような、こういう感じでね、汚くしたんですけど、まあ、要は、洗えば綺麗になる車にしてほしい。難しいな、それとか思って。で、その後、できたのよ。できて、こう、置いたら、なんか、いかんと思って、なんか、ジオラマをやろうと思ったんですよ。ただ、やったら、まあ、私のジオラマというのはもうこの程度のレベルでしたね。本来ですと、まあ、このね、ちなみにこちらセリアで売っている、本当は下にね、引いたりとかするやつなんですけど、まあ、レンガ、なんかこうね、こういう壁にしたらいいんじゃないかなとか思って、まあ、こういうね、厚紙みたいな、厚紙じゃない、この中スポンジに、ね、なったやつ、それに貼ったんですけど、まあ、そしたら、ああ、まあいいね、と思って。で、これって、普通に糊とかで貼るとスティック糊とかいろいろあるじゃないですか。剥がれてくるんですよ。なんでね、木工用ボンドを薄く塗って貼るとね、結構剥がれてきにくくなるんでいいですよ。で、その後、こちらですね、この芝生、これもまあセリアであるったんですけど、貼って、いや、ちょっと待って、なんかこれでも殺風景だぞと思って、で、確かこのね、枝みたいなやつもセリア、で、この葉っぱみたいなやつもセリア、もうなんかこう、なんだろう、洗ってない車だから、そういうと、なんだろう、こう、ちょっと放置された感を出そうと思って、この辺ちょっと枝ぐちゃぐちゃぐちゃって置いた。なんかね、難しい。もうほんとわかんねえとか思って、ジオラマ。だけど、やらないよりは良かったっていうレベルだった。まあちょっとね、私ね、ジオラマの方は本当に苦手なので、申し訳ないですけど、この程度になってしまったんですけども、私のない頭でひねった結果がこの程度でございました。申し訳ないです。ですが、まあちょっと車の方なんですけど、ね、まあ車はね、もちろん、私のメインですので、まあ、こっちをね、しっかり作ったんですけれど、まあ、作った感想としてはですね、なんか、結構古いキットなのか、新しいキットなのか、あんまりよくわかんないんですけど、なんていうんですかね、作りやすかったですね、非常に。特に問題もなく、ここ全然合わねえとかさ、そういうのもなく、非常に簡単な感じになっておりました。で、そうですね、ここのさ、デカールの部分とか、こういうね、直線のね、こういうデカール苦手なんですよ。こういうね、途中で失敗したり、割れたり、破れたりとか、そういうのがあるんですけど、意外とね、それも綺麗に貼れたんで、あ、よかった、とか思ってね。あんまり柔らかい、こういうね、細くて一直線のデカールって、貼りやすいデカールほど、まあ、いわゆる柔らかいね、デカールとかは、溶けてしまって、こう、うねうねってなったり、なんか、ドロッと溶けちゃったりとかするんですけど、程よい硬さでしたね。うん、ちょうどよかった。非常に助かった、それは。まあ、なんでね、そこがね、一番ね、ちょっとね、やるときに、どうだろう、できるかなっていうような感じで心配だったんですけどね。まあ、うまくいきましたわ。で、こういったね、モールの部分、こういったところね、ここはまあね、動画でもやりましたけど、ミラーフィニッシュで貼って、こう再現したような感じですね。まあ、シルバーで塗ってもよかったかなとも思ったんですけど、まあ、こっちの方がいいだろうとか思ってね、これで進めました。で、あとは、ちなみにこの汚したのはね、あれです。エナメルのグレーとか、そういったものを使ってやって、もうガサガサガサと適当な感じで、で、こういうところ水が溜まって、こうね、湯垢っていうか、こういうなんかこう垂れるよ、水垢みたいな、こう垂れるような、みたいなのを、考えて、こういうところだけちょっと濃いめに垂らしたりだとか、こう窓ガラスのね、こういうところとか、こう垂れるじゃないですか。ね、だろうなっていうのを想像して、で、まあこういったところでこう汚れが溜まるだろうなみたいなね、こういったところとか。そういうのを、まあ考えて、今回はちょっと汚しをね、まあ言われたので、逆に難しかったっすね。逆に難しかった。まあ果たしてこれで良かったのかどうかっていうところなんですけれど。まあ、なんとかなったよ。まあでもね、実際このキット自体は本当にね、作りやすかった。で、今回ね、動画では初めての試みだったと思うんですけど、このテールランプのところとかね、こちらはね、あれでやったんですよ。ミラーフィニッシュでね、ミラーフィニッシュじゃない、フィニッシュシリーズのやつですね。で、シール貼って、やったっていう感じになってるんで、どうでしょうかね。あんまりこう、なんだろう、言われてみないとわかんないって感じはするけど、言われてもなんか、何でやったんだろうっていうような感じじゃないですかね。まあ、不自然な感じもなく、結構こっちの方がね、私は綺麗に仕上がるんじゃないかなって。まあ、マスキングして色塗る方がね、難しい気がする。
まあ、という感じですね。今回、まあ、問題なく、なんとかできたんですけど、まあ、自分なりの、この、なんだろう、作りやすさ的な評価で言えば、全然問題ないですね。もう、まあ、10点満点中、8点とか、そんなとこですかね。なんか合わないとか、ここ削らんとダメでしょとか、そういうの一切ないっていう、まあ、組み立てやすさで言えば満点なのかな。気軽に作れる。まあ、自分の場合ね、こう頼まれでもしない限り、こういったね、形の車っていうのは作らないので、まあ、今回ね、いい経験をさせてもらったかなと思いますね。今回ね、ちょっとね、制作依頼という感じだったんで、まあ、手元に残らないんでね、これからね、展示会に出るということはないんですけれども、すぐ送ってしまうので、でももう一台ね、視聴者さんからいただいている分がありますので、それはね、それでまた、ゆくゆく作っていきたいな、つって思っております。よっしゃー。まあ、でもなんとかできてよかったわ。いろいろ不安だった。結構、こう、その、ね、展示会とか行ったりとかするときに作られている方とかね、見てたりしたんで、まあ、うちのメンバーでもね、今、ちょっとモデルは違いますけれど、うちのね、橋本さんが作ってるんで、それもちょっと楽しみだなと思いながら、結構、皆さんが作られる理由がわかるかなと思います。まあ、実際ね、あんまり興味ない車だったんですけれど、こうやってできてみると、お、いいじゃん、これっていう感じがしますね。ここからね、いろいろいじったりとか、カラーリングとか変えたりとかね。まあ、やっぱりね、こう、ウェザリングが上手い人だったりするとね、もっとこう、本当に錆びたりとか、ね、洗って綺麗になるって言われたから錆びさせれなかったんですよ。錆びたら洗っても汚いままだよな、とか思って。だから本当はね、茶色とかね、なんかこう、ところどころなんかこう、打痕とかそういうのなんか入れたかったんだけど、いや、入れたらその、洗ったら綺麗になるやつにはならないよな、と思ってそこまでできなかったんだよね。いや、難しい。やっぱこの、ただ綺麗に作ってください、鍋さん風に作ってくださいって言われるのは非常に楽なんですけど、なんかこう、そう言われるとさ、綺麗に作るって大体の人がまあ、あれじゃない、こう、なんだろう、パッと見で綺麗ね、ツルツルテカテカにしとけば大体問題ないかなと思うんですけど、そう、こういう汚れとかそういうなんだろうな、ちょっとこう、人それぞれのこう、ね、感性の違いとかがあったりしたりするとさ、なんか、ああ言ったことがうまく伝わらなかったとかなるといけないから、まあ、ほんとその辺はね、マジで難しかったわ。まあ、という感じですね。まあ、でも、キットとしては、ね、非常に作りやすいキットなので、まあ、ね、今後作る方にはね、おすすめなキットかな、つって思います。まあ、ということでですね、一応ね、写真をね、何枚かパシャパシャパシャと撮りましたので、またね、そちらもね、今流しますので、見ていただけたらと思います。ということでですね、今日はね、この辺にさせてもらおうかなと思います。一応ね、今もね、制作依頼っていうのね、受けておりますので、ぜひ、何か、鍋さんが作ったやつね、とかいうの、一度送って、相談していただけたらなと思います。まあ、ということでですね、まあ、ちょっと今その件で言うと納期がめちゃめちゃかかっちゃうんでね、申し訳ないんですけれど、気長に待たれる方はぜひと思います。まあ、ではね、またね、どんどん今作りかけのものがね、ここにもちょっと今見えてますけどね、エンジンとかねやってますので、またそちらの方のね動画もね見ていただけたらと思います。ということで、今日はこの辺で、ではまた。